大田区立粒子記念館で今、川端粒子の院展時代と題した名作展が開かれています。大正・昭和時代に活躍した日本画家川端粒子、当時は洋画家を目指していて、刺激を求めアメリカに渡ったものの、そこで出会った日本文化の素晴らしさに感銘を受け、日本画家に転身します。そして今も現存する美術団体日本美術院に所属し、頭角を現し始めます。一番最初の作品で踏切という作品を出しておりますけれど、こちらは日本画を描き出してまだ1年目の頃の作品になります。まだ日本画に慣れていないなっていうふうに思われるような部分もある作品でして、そこからだんだんとですね、油絵なのか日本画なのか、その和洋折衷とも取れるような作品に変わっていって、歌唱で大画面の魅力に取りつかれ、どんどん作品が大きくなっていくというですね、その過程をお楽しみいただけるんじゃないかと思います。その歌唱という作品です。かなりこう鮮やかな色彩で描かれた一作なんですが、大和たけるの命のこのポーズの面白さ、そういったものに注目していただいて、大画面の醍醐味を味わっていただければと思います。こちらの作品は川端粒子が横山大観と喧嘩別れしてですね、自分の美術団体である青龍社という美術団体を立ち上げまして、その第1回展に出品した作品になっています。粒子の決意表明が表された一作になっています。名作展は7月4日までです。